メルセデスベンツ CL クラスはドイツの自動車メーカーであるダイムラーがメルセデスベンツブランドで展開していたクーペタイプの高級車である1996年から2014年まで製造販売された後継は S クラスクーペである CL クラス独立前の 600SEC 元来 S クラスベースのフラグシップクーペはラインナップの中でモデル名の末尾に SEC がつく一つのグレードとして存在していたが、1994年から S500 クーペ及び S600 クーペという名称になり、さらに1996年に CL クラスとして独立した。S クラスと共通のプラットフォームや装備を持つ派生車で、あるが、初代から S クラスとは差別化されたスリーポインテッドスタが大きく描かれたフロントグリルを持つ。S クラスと比べ、 パーソナル感や高級感が強調されており、搭載されるエンジンも S クラスにおける上位モデル用に限られている。2014年 S クラスクーペが発表され、CL クラスは18年ぶりに S クラスに再統合されることになった。初代 CL5001996 年 S クラスのマイナーチェンジに合わせ S クラスクーペが独立車種に移行され CL クラスが誕生。 日本に導入されたのは6.0リットル V12 エンジンを搭載した CL600 と 5.0LV8 エンジンを搭載した CL500 の2車種及び AMG は4車種である。2代目 CL500、2代目 CL55AMG1999 年 S クラスのモデルチェンジに伴い2代目に移行。日本での販売日本では5.8リットル V12 エンジンを搭載した CL600 の左ハンドル仕様5 0ル v 8エンジンを搭載した CL500 の右ハンドル仕様が販売された。価格は1190から1720万円。最上位 CL600 に搭載されている V12 気筒エンジンは低負荷時に左側バンク6気筒を停止させるシリンダーカットオフシステムを標準装備し燃費は 従来より約20%も向上。環境保護を念頭に置いた新システムを数多く盛り込んでいる。高出力と燃料経済性を両立させ、高度な制御で優れたクリーン性能を実現している。また、走行状況に応じて、スプリングとダンパーの特性をアクティブに制御するアクティブボディコントロールも装備され快適性とスポーツ性を両立している。 三代目 CL クラスフロント CL550 リア2005年の新型 S クラス登場後、約一年遅れで三代目が登場。コンセプトは先代から変わっていないが、リアのデザインが CLS クラスと似たシルエットになっている。エンジンは新世代の 5.5LV8 と先代から引き継いだ 5.5LV12 の2本だて。日本での販売二代目と同様。 CL550 には右、左ハンドル仕様、CL600 には左ハンドル仕様のみが用意された。価格は1589万円2056万円。CL550 のトランスミッションには7速 AT が採用されているが、CL600 は先代からエンジンの変更を受けておらず、5速 AT のままである。 AMG のエアロパーツやアルミホイールが付く AMG スポーツパッケージがある。サイズは5075、5080X1870X1420mm、ホイールベースは 2955mm であり、日本の一般的なタワーパーキングにギリギリ入れないことが多い大きさである。最高速度はいずれも時速 250km。 ドイツでのグレード、ありがとうございます。